どうもウエストランド井口です。はい、活動報告動画でございます。かなりお久しぶりになってしまいましたね。かなり期間が空いてしまって申し訳ございません。まあ引き続きねバタバタ、していたというのもありますし、ちょっとね、この動画に関してはかなりおろそかになっていたんですが、いろいろ引き続きやらせていただいておりまして、たくさん見てくださってありがとうございます。まあ最近はですね、M1 ツアーとかでね、いろんなところに行かせていただいたりとかですね、他にも、会館ライブ、まあいわゆる早坂営業と、お笑い好きの人はね、そういう名前で知ってくれてる人もいるかもしれませんが、会館ライブで地方に行ったりとか、まあ、あとは収録とかでも行ったりしてるんで、相変わらずと言いますか、また最近本当にいろんなところを、移動しまくってるなという感じではありますね。まあ、M1 ツアーはね、M1 のファイナリスト、セミファイナリストでいろいろ全国回らせていただいておりまして、たくさんの方がね、見に来てくださってありがたい限りなんですけど、まあいろんなところで言ってるんですけど、僕らがね、大取りで最後に、一応優勝させてもらったんで最後に出るんで、1公演目と2公演目の間にね、結構いろんなところにみんなお散歩に行ったりしてるんですけど、まあ1000人とか2000人とかお客さんが見に来てくれてますから、開演、終演しちゃうとね、やっぱりその人たちが一気にバーッと出てくるんで、そことこうお散歩に行くタイミングが勝ち合っちゃうといろいろまあ大変だなっていうところもあり、終演前にちょっとねその辺散歩に出かけたりとか、何か食べに行ったりとかですね、どっか景色のいいところで写真を撮りに行ったりとかしようということで、そうなると、僕らの出番が終わる前にみんな出て行ってしまうということになってですね、誰もいないと、チャンピオンになったらなんでこんな寂しい思いをしなきゃいけないんだというような状況ではあるんですけど、まあ時々はね、僕もいろいろこう何人かと出歩いたりもしてますし、この前はね静岡で会った時は静岡3公演あったんですけど、まあどの公演でもそうなんですけど、ケータリングをね、非常に豪華なケータリングを用意してくださっていまして、名古屋だったらひつまぶしがあったりとかですね、いろいろするんですけど、静岡の時もですね、静岡おでん、なんか黒い感じのね、あれもめちゃくちゃ美味しいのを用意してくださってましたし、その後、うなぎもありまして、あとしらす丼とかね、とにかくかなり充実してたんで、やっぱあったかくて美味しいものがケータリングで食べれる、ということもあったし、その日はちょっとね、あいにくの天気で雨が降ってたりもしたんで、その時はみんなね、会館の中にいてご飯を食べるというようなこともありましたけど、2公演目と3公演目の間は、雨も止んでたんで、ちょっと僕も歩いたりはしましたね。あと、高知にね、行かせてもらった時、高知がやっぱり飛行機がね、本数が限られてるんで、1公演目と2公演目の間が限りなく、空いてなくてですね、だからみんなね、持ち時間オーバーして寝てやるから、僕らの時にはもう、本来の終演時間をとっくに過ぎてるみたいなことがあって、これ以上ね、伸びていくと、次の会場時間がもうほんとすぐ迫ってるんで、1000人、1500人、2000人のお客さんをこう外に出してまた次のお客さんを入れるってかなり時間がかかる作業なんで、おい大丈夫かみたいな、感じだったんですけど、まあ結局なんとかギリギリそこは大丈夫だったんですけど、当然1公演目と2公演目の間の時間はほぼないし、僕らが出番終わって楽屋に戻ったら誰もいないしということで、何なんだよと思って、もう睨みながら、睨みつけた状態で板つきで他の奴ら帰ってくるのを待ってましたら、すごい楽しそうにね、お城に行ってガチャガチャをやってきたとか、市場に行ってこれを食べたとか、すごい寂しかったですね。ずっと睨んだ状態で僕は楽屋で待ってたんで、帰ってくるまで、そうやって板つきでね、ずっと睨んで待ってたんですけど、まあ M1 ツアーも、あと福島、秋田、北海道かな、そして追加になった東京とか、があるんですかね、広島とかもあるのかな、そんな感じでまだ、行かせていただきますんで、東京はね、前回会った時はちょっと僕ら出られなかったので、今回は出られますんでね、次の東京はちょっと日にちが空いたりするのかもしれませんけど、そちらも引き続き楽しみにしておいてください。他はね、その早坂営業で鹿児島に行ったりとか、金沢に行ったりとか、まあ空き時間とかはね、こうやって地方に行ってちょっと美味しいもの食べたりとか、いい景色を見たりとかする時間があるんで、その辺が、
せめてもの癒しというか、楽しみにはなっておりますんで、またどっかね、そういうので行く場所、さっき言ったような場所とかね、早坂営業でもこう告知があった時なんかは、おすすめの場所、会館近くのおすすめの場所とか、おすすめの食べ物とか、美味しいお店とか、もし地元の方で知ってる人いれば、コメントとかで教えてくれたら非常に嬉しいなというふうに思っております。あとはですね、大脱出、DMM で見られる、番組なんですけど、そちらにも、5話と、そして最終話かな、出させていただいておりますんで、ぜひぜひ見てください。本当にね、かなり凝った、まあ、かなり過酷なね、内容とはなってるんですけど、僕はもうその最後の方のだけの参加だったんですけど、あのね、箱に閉じ込められてたんですけど、めちゃくちゃいましたからね、何時間も。本当に寒くて、まあ、あの番組ね、見て、配信見てもらえれば分かると思いますけど、みんなとにかく寒い寒いと言ってると思うんですけど、本当に寒くて、本当に寒い中、あの箱の中にずっと何時間も何時間もいたんで、めちゃくちゃ怖いし、どうなるか分かんないし、何の説明ももちろんないですからね、あそこがどこかも分からず、目隠ししてヘッドホンして連れて行かれて、あの箱に入れられてたわけですから、何にも分かんない中ずっと待ってたんで、かなり過酷だったし、かなり寒かったし、ね、外に出てからもまた大変だったんですけど、最後のね、エンディングといいますか、そこはもう本当に見ものだと思いますし、我々もまあすげえなっていう感じだったんで、ぜひ、見てほしい、絶対見てほしいですね。もう本当にああやるしかなかったというか、本当の多分やり方とは違うんだと思いますけど、もうああやるしかないというぐらい、みんな追い込まれてたので、まさかそんな展開になるとはというふうに驚いてもらえるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ見てください、よろしくお願いします。またそういうね、名アシスト有吉なんかもちらっと出させてもらってますし、他にもそういったものがまた今後ね、テレビの番組以外のそういう配信系の番組とかもちょこちょこ出させていただいたりすることあると思いますんで、いろんな媒体にはなりますが、ぜひ見ていただけたらなというふうに思っております。あとは何ですかね、体育会 TV で、ね、サッカーのレジェンドの方とこうご一緒できたりとかですね、そうやって貴重な経験もさせてもらってますし、そうですね、あとは何があったかな、本当に何も考えず例によって撮り始めたんで、話はまとまってはいないんですが、ちょっとまだね言えないことの話でもいろいろこういつ、何でしょうかね、いろんなことをお笑いもそうですし、そうじゃないことをいろいろ挑戦させてもらってますんで、引き続きね、僕のツイッターとかインスタとかもチェックして情報をこうね、逃さないようにしていただけたらなというふうに思っております。あとは何でしょうね。まあ、そんな感じかな。ちょっと久しぶりということで、なるべく動画も上げていこうかなというふうに思っておりますと言いつつ全然上げてないので、ちゃんとなんとかね、余裕があるときはあげたいと思います。ちょっとね、また喉の調子が、良くないというのもありまして、なるべくね、早めに回復させたいなというふうには思ってるんですけど、あとはまあね、ツイッターとかインスタとかで、見てもらったらわかると思いますけど、ちょっとね、時間が、初めて空いたのでね、熱海と湯河原に、羊ネイリのまっちゃんとね、羊ネイリ松村と遊びに行かしてもらいました、ね、その辺の話はブチラジとか音捨てとかでもまた詳しく話せたらなというふうに思っております。そのくらいですかね。ちょっとなるべく細かく忘れないうちに動画を撮らないと、何があったか完全に忘れてしまうので、忘れないうちに動画上げていきたいと思いますんで、引き続き注目しておいてくださいね。なんでしょうね、ちょっとね、いろいろ番組とかもたくさんあったので、まあ皆さんがね、またこのコメント欄にこれ見ましたとか、それについての感想とか書いてもらえれば、それを見て思い出して、またなるべく早めに動画を上げたいと思ってますんで、そちらの方のコメントとかもぜひぜひよろしくお願いします。そんなとこですかね。まあまあまあ、そうかな、また近々動画上げます。ちょっと忘れちゃうな、やっぱさすがにね、忘れちゃうし、何も考えて撮り始めるとさすがに何も出てこないんですけど、ちょっとコメント欄を
参考にして、なるべく動画撮るようにしたいと思いますんで、コメント欄にあれどうだったんですかとかでもいいですし、あの時の話なんかありますかとかでもいいですし、これ見ましたとかでも何でもいいんで、ちょっとコメント欄も充実していったら、この内容も充実していくという非常に他人任せの内容にはなっておりますが、ぜひぜひコメント欄もたくさんコメント書いて、気になったこととか感想とか、嫌なことじゃなくいいことをたくさん書いてもらえればなというふうに思っております。まあ、嫌なことを書いても、消すだけなので意味はないので、いいことをぜひ書いてください。よろしくお願いします。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。期間が空いてしまって申し訳ございません。また今度は短いスパンで動画上げたいと思いますんで、楽しみにしておいてください。チャンネル登録高評価ボタンもよろしくお願いします。それではまた何かしらの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。